方言のおばちゃん。寺や神社や占い師さんたちに、守護者すっげー、みたいなことをいつも言われる私の修羅場の話。付き合う前は優しくて明るい人と思ってた彼氏が、DV モラハラ男だった。いきなり老変したのではなく、小出しにしつつ飴と鞭を使い分けるタイプ。半ば洗脳に近かった。初っ端から殴られてたら即逃げるんだけど、優しく嫌味を言うことから始まり、暴力沙汰になるのは付き合って半年後。もう完全に私が悪いから怒られるんだよね。と、思い込んでいた。その頃は優しい嫌味ではなく、ねっとり嫌味と軽い暴力に悪化してて、私が凹んで謝ってたら、サンダル履いてる私の足を彼が革靴で踏みつけようとした。踏まれる寸前、彼氏の頭に鳥の糞が、ぼと。空を見渡しても鳥はいなかった。彼氏の部屋でたわいもないことでキレられて、手を振り上げた瞬間、棚の上にあったものが彼氏の頭にヒット。棚の近くにいたわけでもないのに。私に熱いお茶を引っ掛けようとした瞬間、持ち手が折れて彼氏の股間にバシャ。私にライターを投げつけようとした瞬間、ライター着火。彼氏の服に燃え移り軽いやけど。私を怒鳴ろうとした瞬間、茹でていた卵爆発。鍋の近くにいた私無傷。鍋から離れていた彼氏の顔にヒットしやけど。他にも、夜中に呼び出しメール送ろうとしたら携帯が壊れたり、かっこ、店に持っていくと治る。ミクシーに、私下げ彼氏上げな日記を上げようとした瞬間にパソコンアボーン、とかあったらしい。最近変なババアが夢に出てきて。とも言っていた。私の方もある日、夢に聞き慣れない方言のおばちゃんが現れて。ああ、いだましいごと。ええ、こんな痩せじまって、ひょろひょろでねえの。ほんだから何度も言ってっぺ。あんなログでもねえ男やめって。な。とか言われた。起きた瞬間に、な、という声が聞こえた気がした。妙に印象に残る夢だった。その数日後友達と歩いてたら、不老者っぽい占い師に呼び止められた。あんた、偉い人に守られてるねー。その人の言う通り、彼氏とは別れなさい。殴る蹴るって、最低じゃないその彼氏。ちょっと、失礼じゃないですか？この子の彼は私も知ってますが、とても、あんたはね、転職はやめときなさい。なんだっけ？髪長いその人。2週間後に辞めるから。占い師の言葉に固まる友達。友達は髪の長い同僚といざこざがあり転職を考えていた。うちの修羅場無関係だが、髪長同僚はきっちり2週間後退職した。22,752円あるでしょ？お代は千円札2枚でいいよ。1円単位で財布の中身を当てられたことにビビり、2000円渡してそそくさと逃げた。彼氏くん、殴る蹴るって、本当に？私が悪いから、仕方ないよ。どういうことで殴られたの？詳しいことを話すと、友達は怒りで顔真っ赤にしてた。その後、友達に説得され洗脳解除。洗脳の解けた私は後日、彼氏を呼び出して、別れを切り出すことにした。周りに聞こえるか聞こえないかの静かな声で毒づき始める彼氏。唐突に、外に出るか。と、腕をつかまれた。真後ろの席に変装して待機してくれていた友達4人が彼氏を止める。愛想よく友達に挨拶する彼氏。話聞いてたから。全部知ってるから。と、最初に私を説得してくれた友達が告げると、彼氏があからさまに目つきを変えた。私にとっては見慣れたいつもの目だが、友人たちは違ったようだ。彼氏寄りだった友人の一人はそんな彼を見て呆然としていた。多勢に無勢と判断したのか。一人で帰ろうとする彼氏。
話終わってなくない？ちゃんと別れるんだよね？もういらねえから。最低。彼氏くんってこんな人？誰に何言ってもいいよ。みんな俺の味方だし。お前らなんかの言うこと信じないって。録音済みでした。その後彼氏は、友人の半分くらいに縁を切られていた。私と別れた後、彼氏は私を殴った右手を火傷し、私の目を突こうとした中指人差し指の先っぽ削る事故に遭い、私を蹴ったり踏んだりした右足を骨折。彼氏の家にある私が貢いだものは、カビ大発生と虫大量発生で台無しになったと聞いた。別れた後に、また方言のおばちゃんの夢を見ました。うん、うん、と、満足げにうなずき。男でも女でもな。愛想ええのは気ぃつけ。笑顔のシダは鬼がおるでの。そしてなぜか、近くのスーパーのイメージが湧いてきた。で、そのスーパーにある宝くじ売り場で宝くじ買ったら、貢いだのと同じくらいの額を当てました。今考えると、DV 受けてるのは私の方なのに、生傷絶えなかったのは彼氏の方だったな。本性を現し始めたあたりから、彼氏がどんどん不運になっていってて、転んだり物なくしたり、何か小さな失敗をするようになってった。彼氏はドジなタイプとはほど遠く、神経質で常に周囲を見渡してるタイプだったから心配だった。昔、お坊さんが言ってたけど、私の守護者は霊ではなくて、もっと強くて偉いらしい。人間だったかどうかはわからなくて、大地とか、そんなあたりらしい。おくりーぬ。知り合いの話。彼がまだ幼い頃、おじいさんと二人で夏祭りに出かけた時のこと。祭りは山一つ向こうの神社で行われており、帰りは山を突っ切って近道をした。夜の暗い山道を歩いている間、彼は後ろが気になって仕方がなかった。何かが二人の後をついてくるような気配がしたのだ。やがて山道が終わる頃、おじいさんは足を止めて振り返った。手提げ袋からたこ焼きを一ケース取り出し、地面の上に並べておく。おかげさまで今日も無事帰り着くことができました。ありがとう。そう言っておじいさんは一礼し、彼を促すと離道を歩き出した。おじいさんが言うには、その山には昔から、おくりーぬが出るのだそうだ。暗い夜道を歩いている人の後ろからついてきて、事故に遭わないよう、他の獣に襲われないように守ってくれるのだという。里の者はおくりーぬに感謝して、山道の終わりで何か食べ物を差し出す習わしなのだと。しかし、彼はその時、たこ焼きに口をつけるおくりーぬの姿を盗み見てしまったらしい。実のところ、犬じゃなかったと思います。二本足で歩いていましたから。人でもなかった。体には、手が見えませんでした。彼が見たという灰色の影は、一体何だったのだろう。桜よい。先輩の話。彼の実家の裏山には小さな公園があり、見事な桜の木があるそうだ。大学生の頃、夜桜を楽しもうと、先輩は深夜に一人出かけたという。街灯は薄暗かったが、桜は満開で十分堪能できた。公園のブランコに揺られながら、カップ酒をちびちび舐める。いつの間にか、公園の真ん中に小さい女の子が姿を見せていた。嬉しくてたまらない様子で、軽やかに跳ね踊っていたらしい。先輩はぼんやりと、しかし見入られたようにそれを眺めていたそうだ。なぜか、その後の記憶がはっきりしないのだと彼は言う。気がつくと、
家に帰って床についていた。それから3日間、彼は原因不明の熱に浮かされた。事情を知ったおじいさんから、桜に当てられたな、と言われた。見て良いものと良くないものの区別くらいはつけろ、そう注意された。その地方では、桜酔いなどと呼ぶのだそうだ。おじいさん曰く、娘の姿だったから先輩は助かったのだと。娘でなく、それが鬼の姿をしていたら、魂を取られてしまうとか。時に桜は幻想的なほどに美しいことがあるが、そういった美には、別の側面もあるということだろうか。学帽の守護霊。自分はビビリのくせに、オカルト好きな霊感人間なんだが、なぜかいつも、妹のそばにいる幽霊だけ見える。見た目は学ランに学生帽な戦時中の男子学生みたいな感じで、毎朝こちらを向いて会釈してくれるので、多分悪い霊じゃないと思う。ある日の夜、両親が夜勤だったので、妹と心霊特集の DVD を見ていたら、妹が、私にも守護霊とかいたらいいのにな。ただし、イケメンに限る。と言ってきた。その瞬間、男子学生の幽霊が、いきなり帽子や襟元を正したり、鏡を覗き込んでイケメンな表情の研究みたいなのを始めて、思わず、ブフォってなった。ちなみに妹は高校1年生の黒髪メガネで、その男子学生のことはまだ教えていません。そりゃあ、守護霊も人間なら気にするわな。男って、けなげというかなんというか、